おはようございます。今日は楽しい阿蘇の阿蘇旅の最終日でございます。今日の行程はざっくり100キロ2000アップです。腰の調子は正直、微妙なので、今日も私はメカジージとして甘えさせていただきたいと思います。終わるのが早いものであっという間でしたね。まあでも今日もね、最後までご安全に楽しみたいと思います。私は中の本番で、おぉ、そう、マジで、そう、いや、もしめたる劇場版の聖地巡礼をみんなで行ってこようと思います。イエーイ。出力が上がってる出力上がってますよ。ああ、どんどん上がってく、どんどん上がってく4倍で効かなくなってる4倍で効かなくなってる。まずいぞ。まだ頂上まで距離あるのに。転倒は1台、1台やばー。うわ、これすごい。さっき我慢できなくて取っちゃったね。すごい、こりゃすごいね。これはすごいわ。大雲海だね。すごい。スリーピングクライマーが来た。追ってみるか。あの人だって24キロ出てるよ。めちゃめちゃ速い。速いや。ごめんね。よし、あと足野さんを捕まえればいいバイク 2A が立証されます。残り300。ああ無理だ、ああ無理だ、バケモンや。こっちとらクエロですよ。最高峰のE ロードですよ。なんで、あ、いや、アシスト上限以上のスピード出されてますね。標高1330。はい、はや早いね。Eバイク超えたよ。次、コミさん来ないな。ケンタさん来たんだ。結構踏んだんだけど、さすが全員ヨピさん置いてったからね。おー、すげえ、まさかの。おー、トミさんも死んでました。死んでました。途中までめっちゃいいペースいってて、このままだと結構きついなと思って。スリーピングちぎれ。音も長く消えてきました。スリーピングちぎれ。面白い。化け物ともめ。失礼したね。スリーピングなんでしたっけ。スリーピングちぎれ。スリーピング
識で音もなくね、消えてる。お、置いてかれる。
うわ、綺麗。最後に、あー刺さるか、ギリギリで、また刺せなかった、リベンジならず、悔しそう。一度も篠の前を見ることはなかった。まあ、ゴール、お疲れ。大観望。ライカンボームでラスト、ね、今度こそは勝てるのか。最終ステージ最終ステージね。もうやばいね。もうやばいか。青春だ、あの夕焼けに向かって走りなさいってやつやね。から20キロ一気にゴールまで走ります。あ、ヨピーが行った、ヨピーが行った。うわー、これはやばい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 。おー、ヨピーが行った、ヨピーが行った。まさか誰も追わない放置されている、なんてこった。誰一人追わない。終わった。もっと思いっきりガッツポーズじゃない。誰一人と追おうとしなかった。もう雑魚だと思う。大丈夫。本当にやばい、これは。やっぱ阿蘇は最高。気持ちよすぎだろ、こんなん。あれが無理。はい、着いた。最高ですよ、こんな。負けました。嘘でしょ。見てました。ちょっと間違えた。ちゃんと見てないからよ。あそこ看板出てたのに。ここで無事にゴールしました。あ、無事ゴールしました。イエーイ。全員無事です。無事なのかな。そしてこの景色、ここは大観望ですね。はい、国立公園です。エンディングでございます。はい、先週し終わった私です。はい、だいぶ時間が経っちゃったんですけども、完成しました。はい、いかがだったでしょうか。楽しかったんじゃないでしょうか。もうすでにね、トムズサイクリングのチャンネルだったりとか、しのさんとかが上げてるんですけども、まあ彼らとはまた別の視点でね、見ていただければなと思っております。はい、まだね、見てない方はね、そっちのチャンネルもね、ぜひ見てほしいんですけども、今回はですね、阿蘇で、まあ阿蘇一ショートも含めれば4日間ぐらいですね、お邪魔させていただきました。はい、去年はトータルで3回かなぐらいそっちの方に行ったんですけども、何回来てもやっぱりいいですね。阿蘇は個人的には一番好きかもしれないです。自転車の走る場所として本当にいい、全ての季節がいいです。阿蘇の時がですね、僕ね、腰の痛みピークでですね、まともに走れなかったんですけども、パピクロスのね、マキセさんにバイクを借りて、はい、本当はマキセさんも走る予定だったんですよ。なんだけども、僕の腰が痛すぎて、マキセさんのバイクを借りて走ったんですけども、クエロにも感動したし、今回のプランは全部ね、マキセさんに僕がなんかいいところを作ってくれませんかって丸投げして全部作っていただきました。はい。本当にありがとうございます。はい、マキセさんはね、ライドインアソっていうね、ガチのサイクルイベントをやってるような人なので、やっぱり詳しいので、やっぱそのあたりは詳しい人にお任せした方がいいかなと思ってですね、思い切ってお願いしたんですけども、大正解でした。はい。腰の状況に関してはですね、まあ、8割って感じだと思います。はい。
椎間板ヘルニアになりかけた感じですね。背骨のこの間にスポンジが、骨と骨の間にあるんですけども、下の方がちょっと薄くなっちゃって骨同士がちょっとね干渉しがちになっちゃってですね、それを防ぐためにまた別の姿勢をして、でどん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 分離しちゃって筋肉がこわばっちゃってみたいな、もう悪循環って感じで、まあいずれにしろ現状8割ぐらい回復してるって感じですね。やっぱり今の季節寒かったりするとちょっと腰が痛くなりがちだし、一日の後半夜中とかねちょっとやっぱり痛いし、寝方がね間違えるとちょっと痛くなったりするので、まだまだ万全とは言えないんですが、まあ少しずつね直して2022年は最後まで走れたらなと思っておりますということで、今回動画は以上です。もしもね楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、楽しくみんなで走れる機会を作れればなと思ってますので、よろしくお願いします。と、ではでは。